中小零細企業の皆さんをしっかりと支援することをお約束いたします。国も県も保証協会も銀行も資金をお貸しする、そういうことができてないんです。潰れるしかないじゃないですか。資金がしっかりと届けられるようなシステムを作りたい。だからこそしっかりとした新しい産業を作らなければなりません。この和歌山県全域を観光特区、経済特区に進め、規制や法律や枠を外し、この和歌山県を日本全国に世界に売り出す、一次産業、二次産業、三次産業、すべての産業の活性化が図れる、それができるのが私です。今せなあかんのよ。